り部、世界を旅するスマート YouTuber、キッシーエンタメワールド。本日は、梶井元次郎の小説、レモンに登場する、丸善が入る、バルビルに参りました。まるでホテルのような建物に世界各国からのブランドが集まる高感度ショップです。それぞれのブランドに身を包む店員の方々もとても素敵です。